ラリー・ポランスキーラリー・ポランスキーはアメリカの現代音楽の作曲家、音楽理論家、著述家、ウィルス・カレッジでジェームズ・テニーに支持。1980年にアメリカ若手作曲家の登モ門 VMI、作曲歌唱を受賞。テニーの業績を継承する形で、自らも純正律を用いた作曲に乗り出した。純正律を使って作曲する者は、 ほとんどの場合、感銘なテクスチュアを保つことが多いが、ポランスキーの場合は緻密なリズムも感銘なリズムも、コーナン取り混ぜて使えるところが際立って、ユニークに映っている。ジャワ・ガムランのためにも作曲しているが、ポランスキーは作曲家で妻のジョディ・ダイアモンドと一緒に、フロッグ・ピーク出版社を起こして、他の作曲家にもガムランの作曲を呼びかけ、アメリカン・ガムラン・インスティチュートを管理するなど、 単なる趣味を超えた本格派である。ジャワガムランで用いられる楽器、グンデルについての解説書も表している。現在はダートマスカレッジの作曲主任を務めており、すでにダートマスの看板のような存在である。現在に至るまで長く続く連作の4世カノンのように、一見コンセプチュアルな創作が主眼のようにも感じられるが、ジム、ベン、それにルーのように、 民族音楽からのインスパイアも取り込み、ジャワガムランのアンサンブルのために民謡を編曲するなど、幅広い。前日のジム、ベン、それにルーで世界で最も長いメロディーと題される第3曲目では、一切の音恵の反復を許さずに連綿と8部音符の純正率の音名が羅列されている。ポランスキーのピアノ作品は折に触れて小曲が書かれることが多かったが、 1989年には、サビミチと題された一連のピアノ編奏曲の大作を完成させた。全曲で75分、指定された2度の休憩を含めると90分程度に達する作品の世界初演は、スイスで3人のピアニストに分担されて行われた。後日、そのピアニストの一人、マーチン・クリストが、全曲初演を1995年に担当した。 ポランスキーと親しい友人でもある、カイルガンは、フレデリック・ジェフスキーの不屈の民変奏曲と並ぶ、アメリカ初ピアノ変奏曲の双壁であると述べた。藤枝守の著書、響きの考古学、音律の世界史と、ガン、カイル、アメリカンミュージック・イン・ザ・トゥエンティース・センチュリーに、簡易な説明がある。日本で、初めて本格的な紹介が行われたのは、1996年の、 インターリンクフェスティバルでジム、ベン、それにルーが全曲東京都京都で日本初演されたことである。主事のフレットボードを純正率のために交換したギタリストジョン・シュナイダーも演奏を繰り広げた。ジョディ・ダイアモンドとの間にカズメを設けた。彼女の作曲作品も公開されている。ポランスキーの鉛筆書きや製図ペンで書かれた自筆符は 近年になって次々とシュベリウスで友人その他によって聖書され PDF ファイルがフリー公開されている。ありがとうございます。